おすすめのダイエットフードを無印で選んできました。今回は3つご紹介いたしますね。でその選んだポイントなんですけれども、腸内環境を整えてくれるからなんです。でその理由は、あなたの腸内環境が整えば結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えてくれて元気になっていつまでも居続けてくれるから、結果痩せ体質になることができるんですね。そこでまたその日頃忙しい方でも、こうなかなか腸内環境に良い食事を取れないという方でも、もう今回はもうとっても簡単に美味しく作れる、まあ、材料を選んでまいりましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。それではまず一つ目ご紹介していきます。こちらです。無印さんの、乾燥野菜、国産きのこ4種のミックスです。でこちらですね、あのパウチ状になっていますので、まあ、チャークがついていますから、こう一気に使わなくても済む優れものです。で何が入っているかと言いますと、こちらえのき国産、エリンギ国産、ブナしめじ国産、まいたけ国産というこの4種が入っているんですね。でこれはですね、こちらメリットです。もうまずは先ほどお伝えしましたキノコを摂ることで、あなたの腸内環境は整います。なぜかというと、その食物繊維のまあ塊ですからね、お腹の大掃除、また善玉菌たちもこう餌となってですね、喜んで食べてくれるわけですね。そしてしかも血糖値の急上昇をこう抑えてくれる優れものなので、あなたはその急激な血糖値の上昇を防ぐことができた結果、脂肪をため込みにくくするお体になれるということなんです。で例えば私はですね、日頃この4種のミックスきのこをどのように使っているかと言いますと、もう簡単なんですよ。もう朝、まあ、また夜でもいいんですけれども、お味噌汁の中にもう普通に具材としてもうパックを開けてですね、中身をガッと掴んでそのままもう入れるだけなんです。もう切ったり水に戻したりする手間がもう一切ないんですね。がもう特に忙しい朝なんかはおすすめなんです。やっぱり美味しいんですよね。いろいろ、まあ、お湯で戻す場合ですとか、戻さずに使う場合、またさらに水で戻す、場合と、まあ、3種類使い方も細かく書いてくださっていますので、ぜひご参考にされてみてください。ただ私はもう時短で勝負ですから、もう簡単にポンと入れてお味噌汁がおすすめです。では次2つ目いきます。こちらです。乾燥野菜の国産ミニトマトです。でこちらもですね、私お気に入りなんです。美味しいんですよね。先ほどのキノコと一緒で、まずメリットです。もうダイエット効果が高いんです。なぜかというとビタミン D が入っているからなんですね。でまた、まあ、トマト自体も、まあ、お野菜で食物繊維が豊富ですから、痩せ菌、善玉菌の餌となって、まあ、どんどん痩せることができるわけです。でしかもこれカリウムも豊富なので、例えばむくみ防止にもなるんですよ。あの例えば座り姿勢のパソコン作業が多い方、もしくはこう立ち姿勢でこうずっとお仕事をしている方なんかは、やはりそのむくみやすいと思うんですね。その時にこういったものを取られるとむくみ予防解消にもなりますから、おすすめです。でまたあのこちらリコピンが入っていますか、アンチエイジングですね。私たち女性にとってはもうすごく嬉しい、まあ、効果も入っているということで、私この乾燥トマト、ミニトマトを使う時ですね、どんな時に使うかというと、実はですね、これもお味噌汁おすすめなんですよ。これ美味しいんです。え、味噌汁にトマトっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、合うんですよ。お味噌汁も丸。ただあの洋風のあのスープですね、スープにももうこのままもポーンとですね、あの私でもこのトマトとかこうネギとか、あとグリーンコープさんのミックスベジタブルと、グリーンコープさんのあのコンソメスープの素とかお汁もパパパッと作ります。これもめちゃくちゃ便利ですよ。しかも綺麗に痩せることができるおすすめの一品でした。でこちらも戻すタイプは先ほど同じ3タイプ書いてますから、ご参考にしてみてくださいね。もちろん国産のミニトマト使っていらっしゃいます。もうさすが無印さんですよね。では最後3つ目です。こちらです。今度はね、乾燥フルーツになります。熊本県産の温州みかんの、この見えますか、こうスライス
なんですよ。でこれはですね、またもう美味しいんですよね。もうこのままおやつとして食べてももちろん美味しいんですね。なのでちょっと小腹が空いたっていう時は私ですね、パクッとつまみます。そうなんです、おやつです。でプラスメリットがあります。でこのみかん、オレンジが持つ脂肪を分解する効果、まあ、ポリフェノールなんですけれども、そのことでやはり、ね、痩せやすくなるんですよね。でまたビタミンが豊富、まあ、A、B、C、E ともほとんどビタミンが全部入ってるという優れものさんです。でこれはですね、もちろんそのお湯に戻したりこう水の戻しとかないんですね。でも塩レです。そのままでも私みたいなタイプの方ですよね、そのままパクッと食べれる方もおやつとして丸ですし、実はね紅茶に入れてもめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう香りが良くて、あの本当普通のダージリン のお紅茶にこれをポトンと入れるとですね美味しいんですよ。で私あのお気に入りがまたルイボスティーも大好きなんですけれども、あの別動画でもこう痩せる、アイドル水アレンジ編ということでルイボスティー使ったレシピご紹介してるんですが、それに入れても美味しいです。あ、この痩せるアイドル水アレンジ編はあの別動画チェックしてみてくださいね。もうおすすめです。あの詳細欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。でこれがですね、またここにワインに入れてなんておしゃれなこと書いてあるんですよね。まだワインはね試したことないんですけれども、ちょっとこう記念日とかにおしゃれにね楽しんで入れてみたいなって思います。でまたこちら今お伝えした3つ、あの保存食にもものすごく便利です。あのこの時期、まあ、台風ですとか、まあ、いろんな、まあ、コロナの影響で、まあ、いろんなこうご心配ある方多いと思うんですけども、やっぱりいざという時にそのレトルトばっかりとか缶詰ばっかりだとこう栄養が偏ってしまいますよね。そういった時にはこういったあの長期保存できるものをストックされると、もう本当にちょっとした、まあ、即席のお味噌汁でもパッとキノコ入れたりトマト入れたりですね、普通に飲むお水やお茶にこういったおみかん入れられると、それだけでもやはりあなたの腸内環境を守ることができる、結果免疫力もアップすることができますから、あなたのお体をこう守ることにもつながる、3品でした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。また個人的にご質問がある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後皆様どんどんご質問されていらっしゃいます。そうしていただくと私本当に嬉しいですし励みになっております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。